新氏、マサル、1987年6月29日台は、香港の民主主義政治家である、社会民主連戦に所属している、砂田区議会歴元選挙区議員。32歳のミネコマサルは、対語司法をよって、ユニークなキャラクターとみなされました。そして、彼を、刺激的なスピーカーと呼んだ、両、同性愛のアイデンティティに関する記事も指摘されています。 新種なので民間人権人選召集人に2019年から2020年香港民主化でもその中で多くの大規模な会議を成功裏に召集デモ活動昨年を含む6月16日デモは予定通りに実施され主催者発表で200万と一人が,が参加した対捕司法また昨年に改殺人犯による ミネコマサルの襲撃事件についても振り返りましたが、彼は、区議会選挙での勝利を妨げることはなく、現在は、新しい区議員になっています。評価は、運動が完了するまでに、まだ長い道のりがあると信じています。しかし、もし双方が十分なコンセンサスと対話を持っているなら、戦時時は交渉の中心人物になるでしょう。ありがとうございます。